今回の雑学はこちら。部屋が汚いと体に良くない理由とはと。部屋が汚くて散らかった部屋を歩くと、物にぶつからないように歩くとか、物を踏まないように歩くとか、神経を使う。それがストレスになる。科学的な根拠があって、綺麗な部屋と散らかった部屋で、豆の粒を部屋の隅から隅まで運んでもらった場合、散らかった部屋で運んだ時の方の脳波にイライラ反応があって、ストレスホルモンも多量に分泌したというんですね。人間はストレスで血糖値が上がる体の構造になっていると。これが原因で、高血圧や糖尿病になりやすくなるということです。